ある一部分だけしか知らない植物が多い中で、まあ、これは自分が育ててみて初めて知った姿っていうのがあるってだけで楽しいんです。僕こう冷凍のブルーベリーなんかを抱えてくるほど好きで、せっかくならこうブルーベリーをこう育てて食べたいなと思ったわけです。でまあそれでこう実際に育ててみるとですね、まあ花が咲いてみますと、こうまあその花自体がある植物によく似てたわけです。それがこうドウダンツツジっていうツツジの仲間なんですね。ブルーベリーってツツジの仲間だったんだなってことが分かったんです。その育てて初めてそこにこうつながりがあるということに気づいたのが、こう一番初めこう植物をこうやってみようかなと思うきっかけでした。よいしょ。これなんかはパッションフルーツって言われるような植物で、まあ、こいつ自体は店で売ってたものを買ってきて、でパッションフルーツ自体は1、2、3個体、まあ、合計4個体いますけど、まあ、食べたものをから取った種をまいたりとか、あとは挿し木とかで増やしています。標本の登録っていうのがなされてて、まあ、こういう状態で粉ですね。例えば仮に写真とかがあっても、今時ネットで調べたらいくらでも写真は上がりますけど、例えばじゃあこの部分はどうかとか、あの部分はどうかとか、写真に写ってない部分っていうのが気になってくるわけ でそういうのはまあ全部こう育ててみたらすぐに分かることなんですね。まあ、すぐに分かるというか、まあ、知りたければまあ育ててみるのが手っ取り早い手段の一つであると。